回はこちら、創業100年文芸春秋の世界。勝負シャツにスクープと入れている男、文芸春秋編集長新谷学さんです。お願いします。よろしくお願いします。何ですかスクープと入れてる男って。入れてるんですよ実際これ。え、それスクープって入ってるんですか。スクープって入ってるんです。見るたびに気合を入れてネタ取るぞみたいなそれほどまでにスクープが好きってことなんですよね。面白いっすよね。誰もが知ってる人の誰も知らない話をいち早く掴んでお届けする、みんな大騒ぎ。面白いっちゃ面白いじゃないですか文芸春秋って僕一回も手に取ったことがないので、もう見出しから朝日襲撃赤包帯の正体買う買ってください。新谷さんの場合あれですけど、いやいやそうだよねでも、はい、安倍さんがテロでお亡くなりになったり、はい、現職の岸田総理もテロに襲われたりっていう流れの中で、もっと組織だった大掛かりなとんでもないテロ事件があったという、現役の新聞記者が射殺されるというですね、本当に衝撃的な事件だったんですね。これは、はい、結局20年くらい前に時効になって未解決のまま終わってしまったんですけれど、我々取材班はついに真相に迫る証言を得て、実行犯ではないかと思われる人に直撃をしに行ったりとか、これは怖い取材でしたね本当に、めっちゃ読みたくなっちゃったそうでしょ。中身は政治経済から芸能から事件から、非常に幅広いテーマを面白おかしく伝えていくというのが文芸春秋らしさで、創刊号28ページ、この100年前の28ページのペナペナな雑誌が100年後にこんな分厚い雑誌。うわ、そうやって考えるとめっちゃ育ちましたね。文芸春秋という雑誌を作ったことをきっかけにできた会社が文芸春秋という雑誌と同じ名前なんですけれど、はいはいはい、もっともっと硬いと思ってました中身。タイトル硬いじゃないですか、漢字で旧字だし、自分に関係ないものって思われちゃうんじゃないかなというのがあって、少しでもファンを増やしたいなと、愛されたり可愛がられたりしたいなと思って今日ここに来ました。大丈夫か、逆に怖がられる可能性ありますよね先月の5月号は首相官邸に行って岸田総理に会ってきたんですよ。あんまり面白みのある人じゃないから、あの総理大臣は普通にやってもインタビュー届かないからノウハウを測ったらどうだということになって総理ちょっと失礼しますって頭にヘッドギアみたいなのをつけて大丈夫なのかなすごい待ってください、5月号も読みたくなっちゃったよものすごい面白いから、これ全然自分と関係ないと思ってたこの雑誌だけど、立ち読みだけでもしてみようかなとか、電子版ちょっとだけ覗いてみようかなと覗いてみると、もうハマると思いますよこれ。有林堂の店頭でも今の倍ぐらい展開してほしい。いやもう展開しますバックナンバーフェアやりましょうよ。いやありがとうございます。そしたらそこでお客さんに向かってトラさんみたいにこうバンバン叩きながら、文芸春秋面白いっすよって今みたいな話しますから新谷さんの経歴をまとめたので、1984年早稲田大学政治経済学部政治学科入学。今おいくついらっしゃるんですか。58歳です。若いっすね。本当ですか。頭だいぶハゲましたよ。いやいや、そうだそうでもとも言えないし、ハゲてますねとも言えないですし言ってくださいと。いやいやいや、1989年文芸春秋入社、スポーツグラフィックナンバー編集。え、最初ナンバーなんですか。週刊文春月刊文芸春秋の他にもナンバーというですね、はい、爽やかなスポーツ雑誌がありまして、はい、文芸春秋の一服の清涼剤みたいな雑誌ですけど私大学時代ヨット部ですから、はい、めちゃめちゃ爽やか。大学時代のあだ名は若大将です中学時代のあだ名はピラニアですけど近鉄バッファローズのホームランバッターブライアントにバズーカ砲を持たせた写真を掲載。これね、ブライアント懐かしいっすね。懐かしいでしょこれ。ブライアントすごくないですかこの写真。スタジオでバズーカを持って、いやかっこいいですね。ホームランの特集をやろうとカメラマンにどうやって撮りましょうって相談したら、バズーカ砲じゃないですかっていうわけですよおもろそうだなと思って、すぐ頭に浮かんだのが当時日本テレビでやってた天才たけしの元気が出るテレビの早朝バズーカっていうコーナーがあったんですよ。 ありましたね。すぐ日本テレビに電話かけて、バズーカ砲が欲しいんですけどって聞いたら、いいとこあるよっていうわけですよ埼玉の山奥の鉄工所で趣味でバズーカ砲を作ってるおじさんがいるって言われて、そんな人いないですか。で言ったら、いいバズーカ砲あるんだよって言って引き金を引くと筒からゴワーって煙が出て、それを借りてブライアントに見せたら大興奮でノリノリになっちゃって、この写真を撮ったというですね。これが文春法の原点でしょうね。いやそんなにないです2001年週刊文春編集部デスク、新谷班が殺しの軍団と呼ばれる。誰を殺すんですか誤解のないように話さないといけないから難しいんだけど、はい、誤解されるよなどう話しても
そんな週刊文春はですね、政治家とか官僚とか企業のトップとか芸能人とかターゲットになってスクープスキャンダルを書いてきますよね。書かれた人が大臣辞めました、政治家辞めました、逮捕されました、芸能活動をお休みしましたみたいなことがあって非常に大きなダメージを与えることがあったりとか、デスクになった頃は取材の成果としてそういうことにモチベーションが一旦はあるのも事実としては事実なので、まず研究したのが新選組と山口組でいわゆる殺人集団的なところの組織はどういう掟のもとにどういう指揮命令系統で動かしているのかっていうのをいろいろ研究しました。当時の編集長に、あなたが私に求めてるのは土方歳三なのか沖田総司なのかどっちですかと、鬼の副長としてグリップすることなのか、自分が一番隊の隊長としてガンガン先頭立って切り込んでいくのかどっちですかって聞いたら、両方だって言われてこれはもう本気でやるしかないなと思って、現場の人間にも気合い入れまくってガンガン戦ってると、大臣辞めた方が4人か5人ぐらいいらっしゃってですね、いつしか殺しの軍団と呼ばれるようになってしまったと。殺しの軍団ですよね。怖がられるじゃないですかこの話は。今日はねファンを増やそうと思って2006年文藝春秋編集部統括次長。なるほど、文春から文藝春秋に行くんですね、はい、2012年週刊文春編集長戻るんですね。そうです、文春法という言葉が生まれる。新谷さんの時にできたんですかこの言葉。一般的になったのは私が編集長の頃ですね。もともとね AKB のファンの人がよく使ってたんですよ。 AKB っていろんなメディアと付き合いが深いからどこも書かないんです、彼女たちのスキャンダルは、はいはい、文春だけお構いなしに書いてて、そうすると AKB のファンたちが文春法来たみたいな感じで書いてるのがだんだん他の芸能人とか政治家にまで波及したという。2021年文藝春秋編集長行ったり来たりしてるんですね。そうです、うちの会社は3年とか4年の周期で移動していくんですけど、中でも週刊文春と月刊文藝春秋を行ったり来たりする移動っていうのは多いですね。この2つの雑誌の関係性があるってことですよね。文藝春秋で作って週刊文春で壊す、どういうことですか。文藝春秋というのは取材に行くと歓迎していただくことが多い雑誌、政治家の方でも会社の社長さんでも彼らが言いたいこと主張したいことを丁寧に伝えていくというのが一つ大きな仕事なので、一方で週刊文春の場合、週刊文春ですって取材行くと、いやいや俺何も悪いことしてないからっていうのが一般的なリアクション一緒の会社なのに、はい、ですから人間関係が広がり深まるのが月刊の文藝春秋なんですけれど、せっかく深まった人間関係がその後週刊文春行くとすごく仲良かった人のことをいきなり書かなきゃいけなくなるわけですねそうすると君には裏切られたよと、もう絶好だみたいなことで人間関係が文藝春秋で作って週刊文春で壊すことになってしまうという非常に悲しいジョブローテーションがあるんですだからこれを肝に銘じるために自分が作った言葉っていうのが、親しき仲にもスキャンダルっていう言葉で、いくら仲が良くても書くべきことは書くんだと、それは自分と現場の人間にいつも言ってること。それ憂鬱にならないんですか。人間ですから残念だなと思うことありますよ。ただ文藝春秋で作って週刊文春で壊した後にまた文藝春秋に戻るじゃないですか、はい、ここでもう一回作る努力をするっていうのが大事だなと思っていて、スクラップビルドを繰り返し続けるというですねでもそれを繰り返して出来上がった人間関係は本物ですよ、強固なものですから。確かに一番象徴的なのは安倍元総理だと思いますね。安倍さんなんだ、はい、残念ながら昨年お亡くなりになりましたけれど、はい、特に仲良くなったのが文藝春秋のデスクをやっていた頃、政治の担当デスクだったんですね。何度も食事をしたりインタビューをさせていただくようないい関係が続いていました。第一次安倍政権は安倍さんが体調を崩して1年でお辞めになったんですよ。緊急入院をしてそのまま国民に対しての説明あるいは謝罪もなく辞めてしまったということもあったんで、あの時も自分の言葉で文藝春秋を通して国民に辞任の真相を伝えてくださいというのを富ヶ谷のご自宅に手紙を持ってったり、昭恵さんにもお願いしたりとかして、最後は分かったと、文藝春秋にだけは出ようということで独占手記をやらせていただいたんですね。独占手記、我が告白、総理辞任の真相、これは新谷さんが手掛けた。そうですね、私が全部安倍さんの話を聞いてまとめました。私はもともと潰瘍性大腸炎という持病を抱えております。これまで公にこの病気についてお話ししたことはありません。政治家にとって病気はタブーであり、病名や病状が公になれば政治生命を危うくすることさえあります。しかし今回の辞任の理由をご理解いただくためには、この持病についても包み隠さず告白すべきだと考えるに至りました。潰瘍性大腸炎っていうのを初めて明らかにしたのが文藝春秋だったってことでしたっけ。そういうことです。そうなんだ。難病指定された治らない病気なんですよ。政治家にとって自分の体調について語るというのはすぐに彼は終わりだよみたいなことでレッテルを貼られてしまうので、タブーに
になっていて、絶対にオープンにしない情報の一つだと思いますけれど、すごい素直に語ってくれてますよね。そうですね、こういうところで変に言い訳をしたりとか取り繕おうとかえって逆効果なので、洗いざらい語ってくださいと、丸裸になってくださいとお願いをして、本当に正直に全てオープンにしていただいたと思いますね。今後は一議員の立場から日本に本格的な保守政治を根付かせるためのステージとなって粉骨再審してまいります。でもステージになるというよりはもう一度総理に返り咲いた、ね、わけですから、ここで一回全てを明かして国民に詫びたことによって蘇ることができたのではないかということで、この手記について安倍さんには非常に感謝をしていただいて、彼はこのコピーを再起を期すにあたって多くの支援者に一件一件配って回ったって自分で言ってました。へー、ただこの後どうでしょう。これで終わればいい話なんですけど、ここまではもうビルドのめちゃくちゃいい話ですよね。この後スクラップがあるんですか。スクラップが待ってるんですよね。2012年に週刊文春の編集長になったんですね、はい、真っ先に電話をくれて、おめでとう、お祝いのご飯食べようって言ってくれたのは安倍さんだったんです。その頃安倍さんは2回目の総理大臣になってた。編集長になって何ヶ月か後になりました。非常にいい関係は続いてたんですけれど、ただまあ週刊誌がですね、いつまでも総理とハネムーンは続かないところがあってですね安倍さんを批判するような記事が紙面に踊るようなことがありました。あれ、こいつだけは落としたい、安倍総理じゃダメだ、大合唱。そうなんですよ、あんなに仲良かったのにって自分で言うなって話ですけど現場からそういう情報が上がってくれば、親しき中にもスキャンダルを標榜している私としてはですね、いや俺は安倍さんと仲いいからやめようよとは口が裂けても言えないので、この時はよく覚えてますけど、記事が出てすぐ安倍さんから携帯に電話かかってきて、君ひどいじゃないかって言われたのを覚えてますね。え、その時なんていうんですか、変化球のエールですみたいなですいやそういうことは言わなかったですね。言えないですよね、安倍首相よ、国民をバカにするな、おごるな安倍首相安倍一強って言われるぐらい強い政権だったので、メディアも萎縮するじゃないですか、どうしても、はい、そここそが文春の出番だなと。強い権力を持っていくと、だん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 怒ったり緩んだりしてくるし、周りは忖度をするようになってくる。このままでいいんでしょうかということを言い続けるメディアは私は必要だと思うので、人間関係とは別に書きまくりましたけど、途中から安倍さんとの関係は完璧に断絶しましたね。甘利明大臣事務所に賄賂1200万円を渡した、ありましたね。これは驚きましたね。これが最も安倍政権にダメージが大きかった記事の一つだと私は思っていて。そうですね、今時白昼堂々大臣室での金銭の授受もあるんですね。直接甘利さんに渡す、しかも虎屋の羊羹の紙袋の底に札束入れてるわけですよ。水戸黄門ですよねそれね実際甘利大臣はお辞めになりましたけれど、安倍政権って安倍さんと菅さんと麻生さんっていうこの3人のトライアングルが大切なんですけれど、麻生さんと菅さんってあんまり仲良くなくて、そのショックアブソーバーだったのが甘利さんなんだけど、辞めたことによって麻生さんと菅さんがもろにぶつかり合うような形で政権の中がギクシャクしたんですね。これはですね、当時の官邸の大幹部から連絡があって、なんとかなんないって言うから、いやなんともなりませんねって言って、その人との関係もぶち切れましたね。これでこれから文春行くよみたいに言われて、いやそんな偉い人に来られても困りますからって、だんだん言うとバレてくるんだけど安倍さんとは絶縁状態になり、はい、週刊文春の編集長局長を10年ぐらいやってましたけど、その間ずっと絶縁ですね。その後はどうなるんですか。その後に月刊文藝春秋の編集長、ビルドの編集長になるわけですよ、はい、そこで安倍さんにまたインタビューしたいなと思って、2022年の2月号で安倍晋三危機の指導者とはというテーマで直接自分でインタビューをさせてもらいました。会うなり安倍さん、今は月刊だっけって言うから、いやもちろん月刊ですよ安倍さんに2回インタビューをさせてもらって、最後のインタビューの時はですね、久しぶりに食事でも行こうよと、ありがとうございますぜひっていう話をした後で、あの事件でお亡くなりになってしまったんで、すごくショックでした、あの事件は。その後国葬があったじゃないですか。安倍さんの側近から連絡が携帯にかかってきて、新谷さん国葬に出てほしいと、あんたとは本当にいろいろあったけど、でも最後ぐらい見送ってあげてほしいんだよって言われて国葬行ったんですよ。したら安倍さんのお友達席に通されて、百田直樹さんとか小川栄太郎さんとかね、加計学園の加計幸太郎さんとか、隣に安倍さんの秘書とかがいて、なんだ新谷さん来たのかみたいな、針のむしろみたいになってて私がそこで言ったのは、皆さん確かに私は週刊文春の編集長として親しき中にもスキャンダルでそんなことを書きましたけれど、でもスキャンダルにも礼儀ありなんですよと、最後ぐらいは安倍さんに静かに手を合わせてお送りさせていただきたいんですって言ったら、それもそうだなっていうことで最後お送りしたという、まあそういう経緯でした。すっげーな。安倍さん以外にもありますか。やっぱり国民的アイドルグループと言われたスマップ